はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはもう目の前に出てますね。はい、ドラゴンボールヒーローズ、はい、10周年アニバーサリー孫悟空身勝手の極意、こちらの兆しと、モノクロバージョン、はい、こちら手に入れましたんでね。はい、これでコンプリートです。はい、ということでね、早速開封して、もうすでにね組み立てた状態で見ていきたいと思います。はい、組み終わりました。ではね、身勝手の極意兆しから見ていきましょう。こちら、いやー、やっぱこれはねかっこいいね。極みもかっこよかったけど、兆しもかっこいいですね。だいたい下のね塗装とかは全く一緒なんでね、特にコメントはありませんが、はい、まあ、頭部がね違うだけっていう感じなんで。でもやっぱかっこいいね。で、モノクロの方ですね。はい、こちらです。モノクロが一番かっけえいや、ほんとね、こう言っちゃなんだけど、やっぱモノクロが一番かっこよく見えんな、このフィギュアだと。なんかモノクロが合ってんだよな。なんでだろうな。まあ特にね、シャドウとか吹いてるわけではないですね。まあ、成型色だけなんですけれども、ちょうどね絶妙な感じでね、モノクロになってるんですよね。造形と相まってすごいいい感じになってるね。なんだろうな、ここまでモノクロが合うフィギュアもあるだろうか。いや、これはモノクロはすげえかっけえ。うわ、いいな。いや、すごいなこれ。という感じの2体なんですが、一応ね箱の方でもねちょっとしたね間違い探し的な違いはありますね。はい、まあフィギュアの箱のね、底面なんですが、こちらはねアミューズメント専用景品って書いてあるだけなんですけれども、はい、こんな感じでね。でもモノクロの方はね、やっぱりルーレットで当たりが出てもらえるものなんで、底辺が、こうね、ここまでは一緒でもねえな。アミューズメント専用景品っていう表示がないんですよね、もうそもそも。はい。で、こうしていくと、非売品って書いてあるんですよ。はい。こういった違いがあるんですよね。いやー、そこはちょっとね、最初気づかなかったけどね、何気に、箱の底から開封してたんですけどね、それで発見したんで、上から開封してたら全然気づかなかったですね。はい。という感じでね、いやー、これはやっぱりいいね。はい。ではね、回転台座に乗せてね、お別れしたいと思います。はい、ご視聴どうもありがとうございました。